こんばんは。こちらは浜口ひろ子の終わらないラジオです。バックに流れているのはいとこの娘、いとこ娘と連弾したピアノミュージックです。今日も9夜連続でお送りしています。久美さん、映画の話を聞かせてください。千と千尋の神隠しをお送りします。今回の久美さんと千と千尋の神隠しは、前回千尋は瀕死の白を救うため湯婆婆の双子の姉ゼニーバのもとを訪ねることを決心します。そんな中、ライトにぴょろっと登場しただけの顔なしでしたが、目覚ましい成長を遂げ、自分を全く相手にしてくれない千尋に憎しみを抱き始めたのでした。今回はニラ団子をお送りします。久美さんと千と千尋の神隠し、お楽しみください。私は憎しみに変わっていっちゃうんですよね。依存してるから裏返っちゃってね。そう、うん、でその顔がこうニュってあるんだけど、うん、ううとか言って、うん、その顔がギューって体の中にしぼんじゃって、うん、あのなんていうの、こう顔、体の中に顔が埋め込まれちゃって、うん、一瞬見えなくなっちゃう、うん、でまた出てくるんだけど、うん、のれみたいに今度はなってるわけ。うん、すごい表現がね、すごいですね。そうなんです。でそこででも全然、そこでも全くもう1ミリもビビってないわけ。千はすごい。そうでも、なんだったらこれを食えとか言って、うん、あの団子をね、うん、ニラ団子をね、ニラ団子、それはその腐れ神様が、うん、立ってった後に、うん、線の手の中に残ってたんですよ。うーん、ニラ団子が、ええ、多分その川の神様の綺麗な魂のね、はい、こうお礼なんだと思う、はい、でそれをくれて、うん、それがそういうものだって線は直感的に分かるわけです。あ、浄化に良いものだみたいなことか。そう、うんうんうん、でまず半分を白に食わせん毒味みたいなことで、ね、いやもう瀕死の時に、あ、瀕死の際にこれを食わせて、はい、その中にいる魔物を出そうとする。偉いですね、ちゃんと半分にしとくのが偉いですね。うっかりこう全部ね、あげそう、私あげちゃうと思う。私もそうですよね、うん、あるいは4分の1にするか、どっちかやな。なんか4分の1で効かなかったりしてね足りないのかみたいな。そしたらもう一回ね、4分の1あげたりして、そうだね、どっちかかかっちゃったりしてね。そう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 、的確な判断していくんですよ彼女が。すごいわ、半分か。 そう、それはすごい。でその残りのね、うん、で白がそれを食べたおかげでそのハンコとかを吐くわけ。ハンコを吐く、はい、はい、で、はい、これだってなって、はい、でその後でももう上で、あんた、あのあんたが招き入れた顔なしがやばいことになってるからって凛姉さんに呼ばれてさ、はい、その時もさ、もう毅然として今行きますみたいな感じ。もう完全にさすごい変わったね。本当にもう岩下志麻みたいになった。本当ですね、待っときみたいな感じ。本当ですね、何の妻でもなれるよ、そんな。本当ですよね、うん、あんたの家どこやって聞いてるもんね。そう、顔なしに
そうなの、あんたの組どこやみたいな話、どこなんやって言ってるから、うん、うちは忙しいねんって言うんですよ、言ってますもんね。でしまいにはその半分にした団子を、はい、本当はお父さんとお母さんにあげたかったけど、あんたにくれてやるって言って食べさせん、うん、人情や。そうしたら、うん、顔なしが、うん、あのレロレロレロってもう食べてた、まあね、黒いものをね吐き出していくんですよ、はい、でもう完全にもう憎しみね、その後はで、うん、線を追いかけていくわけ。え、まだだねーっ、まだ残ってるんだ、そんな黒い気持ちが。野獣、野獣とかしてラーって、うん、でもそこでももうさ、ひょひょひょって逃げてた線が、線が、うん、すごいね。あんな階段降りるのでもね、うん、腰をつけて一歩だった人が、本当ですよ、すごい変わりよう、本当ですね。でもひょひょひょって置いてって、うん、もう余裕なの、こっちだよとか言っちゃうわけ、うん、わあ、うん、で、もう待てみたいな感じで、うん、そのうまいことお湯屋さんから外にそいつを出すわけ、はい、でそうするといい感じにもう凛姉さんがこっちだよとか言ってさ、うん、なんか船用意してるの、へえ、うんうん、乗りなっつって、うん、駅まで送るからって駅、うん、で、あのゼニーバンチはね、はいはいはい、駅6つ目のね沼の底ってとこにあるからっつって、うん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 、で、あの上をパッて見ると、はい、顔なしが、はい、まだ追ってきてん、うん、そうすると線はなんと、うん、おいでっていうの、さすが岩下志麻ね、うん、もう完全に自分のあれですよ、射程にしていくんですよ、すごい、そう、もう島だから、すごいすごいよね、本当。最後まで、最後までちゃんと見るっていうことよね。そうなの、うん、すごい。もうリンはびっくりして、うん、あんなやつそのままにしときなよみたいなこと言うんだけど、うん、大丈夫みたいな、もう毅然なんかさっきからちょっとクールすぎません？もうクールなんですよ、本当に。あ、もうなんか一つもなんかその真似してくれるクミさんからも線の真似するとき一つも笑顔がもうこぼれなくなってきてるのがちょっと心配のぐらい、キリッとしてて、うん、しかもその凛姉さんが用意してくれたこうね丸いねたらいの船に乗っかっていくの、うん、ああいいですね、たらいの船、うん、そう、うん、でね、宮崎駿には必ず出てくるね、こう雨が降ると海ができるっていうあの法則、そん、あ、全然知らない、あ、そういう法則があったんだ、雨が降ると海ができるね、ありますよね、はい、あ、そうなんだ、へえ、うん、ポニョといいねっていう、ポニョは確かにそうだったかも、はい、で、そのお話の中でも、うん、こう草原だったのに、うん、海になってるとか言って線がびっくりすると、凛姉さんがそりゃあんた雨が降りゃ海もできるよとか言って、いい言葉、まあ、当たり前なの、うん、で、もうそんなの動じないわけよ、みんな、で、うん、あ、海できたなって感じで、うん、もう凛姉さんがさ、たらいの船で待ってるわけ、うん、普段だったら歩ける道なんだけどね、うん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 、たらいでこうやってギコギコ行ってさ、うん、その時にさ、その着てたさ、うん、お湯屋さんのさ、うん、制服みたいなのがあるわけよ、作業着、はい、はい、それをさ、乗った瞬間に線がさ、パーって脱ぐわけ、うん、そうすると下に今元の世界で着てた T シャツと短パン着てんの。え？用意し？衣装替えしちゃうの、たらいの上で。え、もう着てた、いつも着てたのかな？違う、その時だけ。じゃあちゃんと分かってるんだ、なんか。分かってんだろうね。お出かけだからって気持ちじゃない？え、お出かけだからって気持ちで？いや、なんかその。もう今日がその決定的な日になるって分かってるからでしょ、それなんかお出かけだからみたいな。いや、だってさ、大事な服よ、帰る時の。だってゼニーバのとこに行くっていうことを決めた時に、うん、そのまあだって、言ってみればさ、あれみたいなの着てるわけだから、うん、あの
温泉のさ健康ランドで働いてる人が着てるのあるじゃん。それって健康ランドを訪れた人が貸してくれるやつじゃなくて、健康ランドの貸してくれる方か、従業員の人の衣装はあんまり私そんなチェックしてないかも。そっか、健康ランドで働いてる人はみんなあのポロシャツみたいなの着てるね。うん、まあ場所にもよりますけど、そうですね、そうかも。そうだから健康ランドに行ったお客さんが着る寒いみたいなんでしょ。あるかも。あれが制服みたいに着てるわけよ。うんうんうん、うん、だからそれで外に外出するときそれでは出ないなっていうようなものを着てるから、うん、そこで何かこう決定的だから T シャツを着るっていうことではなく、うん、一応外出するから私の服を出してって、なんか真っ黒クロスケみたいなのがいるんだけどさ、そいつらに頼んで、うん、あのね、釜爺のとこに最初に来た時に靴置いてってるから、そこに運動、うん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 、でそこにいつも最終的に出る時は通るわけ、うん、だから私の服と靴を出してって言って、うん、これからゼニーバンとこ行って電車とか乗るからね、うんうんうん、私服着たいのって感じよ、うんうんうん、なるほどね。で着るんだけど、でも今からあの上でどんちゃんやってるやつに会いに行かなきゃいけないからっつって、うん、さっとその健康ランドのやつを着て、うん、もう島となって、本当ですね、着物着た感じですよ。あんたっちはどこなんやって話をさ話つけに行くわけよ、うん、でそのためにその健康ランドを着るんだけど、うん、もうたらいに乗った瞬間にそのお湯屋さんから出たから、もうこっからは私服よって感じでさ、ささって脱ぐと下からさ T シャツの姿が出てくるわけ。すごい、もうね、戦士みたい、本当にすごい。もう TPO もわきまえるってことを分かってて、自然とそれが身について、すごいですよ、誰も教えてない、本当よ、うん、体感よ、体感でね。そうなんですよ、賢いんですよ。すごい、そんなたらいの船の上でさって衣装替えてさ、はい、変身したって思うわけ。うん、久美さんがね。そう。うん。あ、もう戦士。あ、こっからもう何、救いの人になってるみたいな。うんうん。もうナウシカに見えたもんね、私その。またいつもナウシカかもののけ姫かどっちかにする。何でもそう。最終的にやっぱね、あれが何にでもなるっていうことでもありますから。ファンタスティックビーストも。ナウシカとモノノケ姫に例えてきましたもんね。まあだからみんなね、大体の作品は同じようなことを描いてるしてますよね。まだ早い早い早い、始まったばっかり。でも救済のさ、うん、人としてさ、うん、救済の戦士としてさ、うん、向かうわけですよ。はい、 T シャツでね。そう、うん、でその顔なしもさ引き連れてさ、うん、電車に乗るときにさ、はい、沼の底までお願いしますって言って、うん、1人2人3人とか言ってさ、うん、なんか車掌さんがさ、うん、後ろも指してさ、うん、えみたいになって、うん、線が振り返るとさ、うん、いるわけ、顔なしが、うん、あんたも来たいの、うん、うん、みたいなこと言うからさ、うん、じゃあおいでみたいな感じで、いいね、本人の意思確認するのもいいね、本当に丁寧、素晴らしい。でそいつらを従えて行くわけです、うん、ゼニーバンとこに、はい、でまあそこで夜の時間を過ごすんですけど、うん、久美さんと千と千尋の神隠し、無事ゼニーバのもとにたどり着いた千尋たち、次回日本昔話をお送りします。浜口ひろ子でした。ここで働かせてください。したいって思う人がやるしかないんだよみたいな、おや、焼肉にされてるかもしれない、嬉しい、風がブワーって吹いて
私やっぱり帰るっていう。大好きでした、日本昔話。